どうも、コトと申します。本日はフレッシュセールチェックということでね、7月18日から7月21日の4日間、フレッシュセールというね、ナイキアプリでのセールが開設されるということでございまして、最大 50% オフ、半額ってことですね。素晴らしい。はい、ということで早速今回もチェックしていきたいなと思います。まあ、サブチャンのもうほぼ目玉みたいな感じになってるね。まあ、これ定期的にやってくるんですけども、まあ、できる時だけやっていこうかなと。ほんで、これ17日、まあ、前日からもうすでにチェックできますよということで、まあ一応4日間ね、セール始まりますが、まあ今17日なんで、ちょっと早めにチェックしていこうかなと思います。だから今はね、買えないのよ。だから買うとしたら明日の、朝9時に今スタートするのかな。まあどっか行っといて、きっとね、まあ早かったら6時半とか8時とか、こうシステムの不具合的なもんで、まあ前倒しするんで、まあちょっと早めにチェックしてもらうといいのかなと思います。はい、まあ、早めに始まることがほとんどだよね。で、今回もね、50%、40%、30%、20%、そしてクリアランスと。まあ多分クリアランスはもともとやってるのかな。今回のフレッシュセールに関して、こう枠がいろいろあるんで、ちょっとじゃあ、下の 20% からチェックしていこうかなと思います。じゃあ 20% からチェックしていきたいなと思います。まず231点もあるんだ。でも 20% ってあんま変わんないんだな。ちょっと上からバーっと見ていきますね。気になるところで止めます。まあ 20% にあるラインナップを今、みんなでチェックしてるっていう感じですね。お、いいじゃん、このソロスウッシュ。ただ、13,090円は高いわ。これ半額とかあったら俺買うぜ、マジで。うん、結構デザインも。うん。あ、いいですね。うん、20% じゃちょっとまだ手出せないわ。まあ、せっかくね、50% とかってのがちらついてるから、まあ、もうちょっと待ったらなんとかなんじゃねえかっていう、こう、スケベ心もあるんでね。まあ、どんどん見ていきますか。え、待って、冗談もあるじゃん。え、これあんだ。え、これも？あ、こいつらいる。ほう、フルサイズ 20% オフね。まだ、20% オフじゃ。え、黒白いった方がいいよ。うん、黒白いっといていいと思います、これ。20% か。20% だったら、そんぐらいで買えたりするもんな、場合によっては。で、トドラがやってきてると。あ、俺、トドラ？あ、俺、買ったか、でも。え、8センチもあんじゃん。8センチいっといた方がいいと思います。だから昔は6000円台ぐらいで買えてたんですけど、去年の7月ぐらいから値上げして、どんどん値段上がってって9000いくらとか、ほぼ1万円ぐらいで買うような感じになっちゃったんで。あ、あとね、ちょっと 20% だと買わないと思うんですけど、俺このね、黒のゴアテックス、ペガサストレイル4、俺これ履いてるんですけど、これめっちゃ調子いいっす。まあだから防水も効いてますし、俺はね、グレートのオンラインで買ったんかな。まあなんでそこはいいよっていう報告だけですね。まあ 20% だったら俺は買わないかな。あとは、まあ、サンダルだとか。まあ、アパレルもありますね。まあ本当はね、靴だけチェックしとけば、いいのかなとも思うんですけど、まあこのチャンネルとか的にはね。まあアパレルもたまに買うんで。あとアクセサリー類だとかね、他のもので気になるものもあるかもしれないし、まあ普通にお子さんね、いらっしゃる方とかもいると思うんで、まあそれぞれでみんなで見ると思いますけど、まあなんていうかこう、忘れないように、チェックしとくというか、あ、ちなみにこれ、このお子さん用のね、ちっちゃいやつ。これの、一番ちっちゃいのかな、俺飾ってます、そこに。まあ本当こう、飾るものとして、買ってますね。でも俺のやつもっとちっちゃいんかな。こうサイズがちょっとよく考えないで、俺一番ちっちゃいやつ買ったっすね。ワールドプライト京で。あ、びっくりした。一万円まで戻っちゃったかと思った。このさ、こう、下に覗いていくタイプでさ、一番上まで戻るサイトとかあるじゃん、たまに。あれマジで勘弁してほしい。ああ、いいじゃん、これ。ちっちゃいね。このプニプニの音鳴る系。音なんのか、これ。なんねえか。確かに、あんま俺こういうの買ったことないから。こういうゼンビーって、ちょっと結構、ね、ダイナマイトな、なんていうか、わがままボディというか、失礼だろう。まあいいわ。そのソロスーシュ、これ俺持ってますね。はい、持ってます、これ。なかなか着る機会ないんですけど、持ってます。さあ、続けてみますか。今日は暑いね、しかし。今日はやばいわ。この子供たちのこなれたね、モデル撮影。もう俺たちたまにこうやりますけど、こんな綺麗にやれてないわ。買っちゃえもんな、普通に。20% か。こいつもあんの？マジ？ 8 センチある？あ、まあさすがにないか。でも10センチ、11センチあるんだ。はいはい。まあ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 。だからまあ 20% だから本当に2000円引きみたいなノリですよね。まあ引き続きいきましょう。
マジいるのこれ、ほぼフルでいけるじゃん、 20% オフ。まあでもそうか、持ってない人からしたらラッキーだけどな。こっち定価で買ってますから、あの元木さんも。さあ引き続きいきますよ。でも200だから意外にあっちゅう間に決まっちゃうかな。あ、思うわ、ちょっと、え、874点もあんの、ほぼ 30% の企画じゃん。あ、ダンクとかありますね。うん、見ますか。え、マジもう真っ暗来たよ。 30% オフか。 29.5 以外は全部あるってことは全部あるんだ。 29.5 は多分もともとないはずだから、うん、なかった気がする。いいですね、 30% オフか。ちょっと考えるな、このチャイニーズニューイヤーのさ、このゴールドのやつ、男の子のサイズっていうか、その違うわ、次メンズサイズ、俺とかが履けるようなメンズサイズがあれば欲しかったけど、こうキッズサイズぐらいのやつしかないんでね、22とかまでだったかな。それだとね、ちょっと買えないというか。あ、まあこれちょっと気になってました。うん、あ、そんでこのボンベロの SE、 これも色いいですね。これが 50% オフだったら絶対買う。うん、いかねえんだよな、セールってね。ちょっと思い通りにはいかなかったりするというか。あ、この V2K ランもね、水色可愛いですしね。うん、いい色、ウィメンズのね、ぜひ。さあどんどんいきますか、アパレル。あって、95テックスインフラレッド、30%、これも 50% だったらいってる、 50% だったらいってるっていうのは多いんだよな。まあまずは 30% 見ますか。ん、 DNA パンツどんな感じ、素材。ちょっと光沢あるか。あ、でも下割れてる系だ。これも 50% だったらいきます。まあ 50% もっといっぱい欲しいよね。 50% が半分以上あんのって思いたいよな、正直。これね、すごい顔かっこいいなと思ったんですけど、これがもう値下がりだから、あれか、さっきの紫色の枕とタイミング一緒でしたから、もう早くも値下げと。ほんで、あ、このね、ペイズリーもあるんだ。こう、これですね、なんかちょっと気になってましたけど、まあサイズありますね。これも半額だったら買います。半額にしてくんないかな、基本。まあでもボメロファイブとか結構マジで履き心地いいんで、うん、おすすめです、個人的には。はい、で今このジョーダンヘックス、このピンク色のやつね、俺は今これのグレーみたいなの履いてますけど、ちょっとね、めちゃくちゃ履きやすいよとは言いにくいです。うん、まあだから本当に、まあちょっと、なんていうか、こう、形から入りたい系の人、実用性よりも、形から入ってテンション上げたい系の人におすすめかな。まあ、人によるから感じ方、俺はちょっと、他のサンダルの方は履き心地いい、スライドの方は履き心地いいなって思っちゃう。うん。ジョーダン4ハイドロ4レトロ。まあ、こういうやつはちょっと気になりますね。まあ、プラもあるし、あとなんだろう。まあ、見ますか。あ、ペガスストレイル4ね、ウィメンズですけど、さあなんかあるんかな。なんかこういう企画で、うわ激アツじゃんっつって、もう時間をこうね貼って買ったことって多分ないから、うーん、割とゆっくりめでも買えるようなものが多かったかな。スコーピオン半額とかなりませんかね。スコーピオン半額になるんだったら試そうかなっていう人いる気がするけど、モックがもうセールですか。この間これ発売したばっかりですよね。まあでも結構やっぱりワンクールぐらい時間経てばっていう感じなんかな。え、ジョーダンクリンクルミニバックパック、あ、可愛らしいですね。何使うんだろう、俺らがこれ使うタイミングとしては何だろう。お弁当箱とか入りますよね。うん、まあ、でも外食多いからな。あ、ジョーダン2とかもね。お、11ありますね。はいはい。サイズは？あ、もう全然ないわ。ほんで、ウィメンズかい、これ。さ、確かになんか定価ちょっと下がったかって今思ったけど。P6000 ね。あは、30% オフ。アボメロ5ね。あ、いいじゃないですか、これ。このカラーいいんじゃない？めちゃくちゃシンプルイズベストの。うわ、これ50%オフ来てよ。なるほどね。まあ、メンズサイズがかなり26から29までオフにあると。
まあ、ウィメンズなんで29までって感じなんですよね。メンズだともっとある。うん。ちょっと待って。この ACG の真ん中水色。ああ、いいですね。黒は高いんだ。やっぱ黒の方が人気なんだな。やっぱ夏は黒 T とかね、流行ってるっていうか、流行ってるっていうわけじゃないか。ずーっとやっぱ着やすくて着るんだよな、みんなね。あ、ベビーシューズ、9センチある？じゃあ8センチか。なんで9センチって言ったの？10、11、13か。なんだろうな、他に。なんかないですかね。あ、このマックス90、色味いいですけどね。15730、これ半額、半額でしかもう考えられなくなっちゃってるな。半額って出しちゃうとね、もう半額のやつだけで得なの探しちゃうと思うんだよな。さっきの白黒のね、マックスとかも別に悪くないですけど、やっぱ、うわ、30% かってやっぱ思っちゃうもんね。30% なのに、うわってやっぱ思っちゃうから。あ、インテルいいですね。すごいな。何これ、フライト MVP。初めて見た。すごい。実践入ってる、ストライプ。でも結構これ似合う似合わないでそうだな、人によって。まあ好きなもん着るが一番いいですけどね。なんかアクセサリーとかでもなんかいいのあったら、買ってみたいですけどね。なんかタオルでもいいしね。結構ね、俺こういうなんて言うんだろう、まあ、シュプリームとかもそうですけど、小物系がね、なんか安かったら、おちょっと買ってみようかなって思ったりするんですけど、あとはもうこう試してない靴、履いたことない靴とかセールでやっぱりこう、すごいですね。スッシュミディアムサポート、まあいいか。そういうね、使ったことないものを結構セールで求めてしまうっていうのは何回か言ったことあると思うんですけど、まあそういうなんかこう、おっってなる一品があればなっていう感じですね。テックヘラもいいですね。さらっとどんどん見ますけど。まあでも今、普通のね、スニーカーのリリースでさ、こう、取捨選択多めにしてる時代なんで。まあ、セールといえまた同じかなっていう部分もありますけど、バルサもね、ユニフォームいいですね、スポティファイの。で、こう、もう春であったかいじゃないですか。なんで、着る服とかも限られるだろうし、やっぱ、まあ、次の冬に向けて買う人とかってなかなか少ないと思うんですよ。まあ、すごい節約家だとか、やっぱその時のテンションで着たいものを選ぶと思うんで、なんとも。そうなんだよな。冬物でいいもんあっても、ちょっと、おってなったとて、買いにくいっていうのが現状ですよね。あとこんだけすぐセールになるんだったらセールまで待とうかなっていうのが当たり前の考えになってくるんで、まあもちろん俺もそうですし、ナイキカルチャーフットボール紫色ちょっと攻めすぎか。うわ、 V ネックが嫌だな。そうですね。あ、でも派手か。おじさんになるとね、派手なものを合わせにくくなるわけじゃないんですけど、なんかちょっと考えたりしますね、一個ね。年取るとこういうことかみたいな。いや、多分ね、全然おしゃれな人には関係ないと思うんですけど、ちょっと一個、悩むところはあるかな。え、何このパジャマ、めっちゃ可愛いじゃん。スポーツイヤーネクストジェン。可愛いこれ。へぇ、こんなんだ。確かにね、家族向けの人とかがこういうセール見るの楽しいような、家族になんか買ってあげようかなとかね。さあ、まあ俺はね、基本的にやっぱ自分のものを買うんで、パソコンがさーっと言ってる、ちょっと音入ると思うけど、まあ、あんま気にしないでください。あ、この ACG のアパレルももうセール来た。早いっすね。結構早いかもしれない。まあ、マジワンクールだな。この間じゃない？マジで。1ヶ月前とかじゃない？え？気のせいか？最近見たばっかりの気がするんですけどね。エアズームガイアドームゴアデックス。これが真っ黒セール持ってきて、50% で。余裕で買う。マップラ、お、白、ウィメンズ。これなんでウィメンズなんですかね？マジでウィメンズばっかなんだよな。おってなるやつとか、大体ウィメンズ。あ、ビッグバブル、普通のやつ？はいはいはい。あ、27センチありますね。もう持ってるんであれなんですけど。これ持ってない人全然行っちゃっていいと思うんですよ、正直。こっからだって 30% でしょ。この OG カラーでビッグバブルだったら、まあ持っといていいのかなっていう気はしますね。俺持ってなかったら買います、普通に。まあでも、
前買ったんで、うん、まあ2足は使わないかなって言われて買わないですけど、持ってなかったら確かにさっきのやついきましたね。あとはなんだろうな、今のところちょっとときめくのは、まあ、サッカーのユニフォームぐらいかな。うん、バルサ、インテル、パリサンジェルマン全然関係ないね。子供用の靴下とかもありましたね。あ、フライトハラチね。まあ色いいですけど、お、フルサイズぐらい、15,299円の 30% オフってことは、まあ1万ちょっとで買えるっていうことですね。うん、これいいんじゃない？はいはいはい。ハラチとか履いたことない人はね、ちょっとハラチの、まあそのハラチシステムの気持ちよさっていうか、フィット感をちょっと味わってほしいなと思うんですけど、いいもんですよ。サステナブル素材。ジャケットってことこれ。あ、ジャケットだ。スーシュでかいんだよな、裏のスーシュが。もっとちっちゃかったら、ちょっと考えた。黒紫ね。お、何これ、フライトのデニム曲が完売してんじゃん。なんで完売してんのこれ。これね、悪くないなと今思いましたけど。父親とかにね、デニムキャップ買ってあげるのもありですけどね。ああいうのかぶりそうだし。リバプールか。あ、サンフレッチェかと思った一緒。全然違うな。俺サッカーちょっと全然知らなくて。J リーグとか、今ユニフォームがどうなってるかとか。でも、サンフレッチェ広島のナイキ契約ですよね。ほんで、なんか、フォースワンのあの、レーザーの刻印の、なんか、コラボ？コラボではないのかな？あれ、サンフレッチェが勝手にやってるのかな？なんか、グッズとして、多分、速乾してたと思うんですけど、出てましたよね。まあでも、あれか、さすがに、なんていうか、スポンサーナイキなんで、勝手にとかではないのかな？一応、ちょっとこんなんやりたいとか、多分話あったかと思いますけど、ジョーダン2高っ。今一瞬なんかすっごいこうほんと薄めで見たらなんか一瞬こうパーってこうすごい適当に見てたら宇多田ヒカルかと思ったこれなんだっけ、なんかツイッターかなんかでこんな感じのね上下着てたのが出回ってたのかな。なんか一瞬すっごいちゃんと見たら全然違うんだけど、もちろんね。うん、まあ、そんなんちゃんと見たら全然違うとかで言ったら、この人とかもちょっとサムみたいに見えるし、アムロさんの旦那ね、元旦那か、ちゃんと見たら全然違うんだけど、パパパって見てるから。あとなんだろうな、まあ 30% だったらまだまだ、あ、 30% はまだいいですよってやっぱちょっと思っちゃってるんで、だからもう正直に今 30% 見てますけど、早く 50% みたい。早く 50% 見て準備を。だからまあ 50% 見るまでのアップと思ってます。おお、でもこのマップルいいじゃん、色ね。でもこれメッシュか。まあまあ基本メッシュですけど、その白メッシュだとね汚れんだよな。あ、でもこのマップルいいですね。これが半額とかになってくれたらなおいいかな。お、あ、ベストもねありますし、このインフィニティランもね定価高くていい乱収だってこの間スタッフさんに聞きましたけど、俺結構ね乱収とかね買うときはもうマジで普通にスタッフさんに聞きます。分かんなさすぎて、なんかもうおっさんがランニングするぐらいだったらどんぐらいがいいんですかねとか、ジム用で大体このぐらい走るんですけどどんぐらいがいいと思いますかって結構俺マジで聞いちゃうタイプですね。そらね聞くのが一番早いから、そういう勉強もしてるでしょうし、スタッフさんはね研修だとか、機能性の部分だとか。あ、水色のボメラももうセールが。え、待って、これかわいい。うわ、後ろがちょっとでかいか。あ、生地こんな感じか。なるほどね。ウーブンジャケットということで、ワークジャケットっぽい生地っすね。いや、これさ、ジャージだったら結構いいぞ。デザインめっちゃ好きだな、これ。ちょっと素材感が。違うかなって思いますが、まあでもまあなしではない全然。短いかねえ、この女性の感じだもんな。短いわな。 2XL だったら、でもこういう時にサイズ感とか多分見れるはずなんで、2XL の着丈57なし。はい、着丈がもう短すぎます。はい、57はへそ出てるぐらいだと思います。
だってシュプリームの S ですら60何とかでしょ。それはちょっともう無理っすね。丈が短いのがやっぱ、ね、やっぱさすがウィメンズというかメンズではないな。やっぱ874もあればね、見終わらないですね。なかなかね、いいね、ボリューミー。いや、このさ、874.50% で見たかったよね、ほんと。さっきも言いましたけど。え、何このサンダル、レンジサンダルみたいな。4400円の 30% オフか。あ、これ悪くないんじゃない？商品名全く書いてないけど。どこや、パソコンバグってる？ちょっと待って、これ開けないわ。今ちょっと調子悪そうです。ジョーダンポストメンズスライドが27ある。お、いいんじゃないこれ。ちょっと、レンジサンダルみたいな感じに使おうかな。俺ね、サンダルみたいなのいっぱい買っちゃうんですけど、4400円の 30% オフだったら、まあまあ、安く買えるし、まあ、なしではないですね。うん。ちょっとこれはあり。まあ、ありのやつはお気に入りに入れとくと見やすくなるんで、ね、ぜひね。気になるの、ああ、でもそうだな。もうそしたら一回ちょっと気になるのは、俺が、カートに入れとこう。カートには入れられますね。はいはい。うん。OK, OK。ちょっと続きをいきましょう。ワールドフライト東京に、ドトさんっていうスタイリストのすごい有名な方が、来てた時にイベントで、この T シャツどうってお勧めされました、はい、で僕はちょっと派手なんで、ちょっとに違うかもしれないですっつったら、俺結構派手な T シャツ着てて、いやいやそっちの T シャツの派手だろって言われましたすごいドトさん優しかったな。めちゃくちゃ絡みやすかったし話しやすかった。すごいいい人なんだなってのが一瞬で分かりましたけど、ね、ああいうお店とかも撮影できたらいいんだけどね。そう、結果取れないからさ、店舗撮影って。まあ、別にね、そう、確実に守ったからどうとかもないんだよ。だけど、まあ、俺じゃ字でなしかなっていうさ、ちょっと難しいラインなんですけど、これ買いました、僕、その時。2XL あんじゃん。俺 2XL です。これおすすめです。はい。これぜひ。2XL は俺と一緒ですね。前はね、XL までしかなかったんですよ。俺が買ったやつですね。はい。僕が買って着てるやつです。おすすめです。32,780円で買いましたけど、30% オフで買えます。ふざけんなよ。でも、ドドさんに、おすすめしてもらった一品なんで。ドドさんにおすすめしてもらったジャケット2つの、メンズ、ウィメンズありましたけど、僕はウィメンズを選びました。ジャケットあんのかい？悔しい。まあでもこの悔しいっていうね、なんもないです、続き。おバルサのね、ロンティーっていうか、ユニフォーム。なんかあるかな、他は何でしょう。このパンツもね、いいですけどね。へそ出しになっちゃうんで、上が。切れませんが。あとは、なんだ。トドラはね、さっき見たな、これ。さっき 20% にあったけど、30% にもある。なんかね、結構あるんですよ、このバグ。だから、どっかにもあったけど、こっちにもあるみたいな。だから、総数が多分ずれると思います、実際は。なんかその 20%、30%、40%、50% で1項目ずつを足していくと、多分総数とずれるはず。多分その分はバグですね。だから 20% にも表示されてたり、30% にも表示されてたり、なんかちょっとすごいエロかったな、今。あんまエロいとか言わない方がいいか。ちょっとパッと見て、おっ、なっちゃいましたね。東海オンエアの徹夜ぐらい髪がオレンジで、綺麗ですね、オレンジ色は。あれ、またちょっと、またちょっとなんだよまたちょっとなんだよ、ね、このナイキスタジオ、ちょっとこれはおしゃれ坊主の人とかじゃないとあれか。やっぱさすがに俺とかだとうまいこといかねえな。うわ、ユッキーナかと思いました。そんなことないのに、なのでちょっと女性の方にすごい目いっちゃいますね。え、今のこれ何、ティルティングみたいなのが入ってるのか。43,230円、お互いかっこいいけどね。
菅田将暉みたいな顔してる。ここよ。イケメンですね。誰々みたいっていうのはあんま良くないかな。まあ、言っちゃうけど。まあ、いいよね、別にね。悪い意味で言ってね。ああ、30% 終わりました。40% は、42点しかないですから。え？じゃあ 50% 全然ないんじゃない？うっそ、じゃあほぼ 30% のセールになっちゃうんじゃないこれ。大丈夫？え、間違って開いちゃった。あの、このシンプルなね、マップラも悪くないです。おスパイクとかね。ああ、まだサッカーやんないからね。確かにたまにサッカーやりたいな。まあ、どんどんね、いろんな動きやってきて、お、40% オフにありますよ、この、俺が腹口でプレゼントしたやつ。あとはテイタム1もね、俺はズー持ってますけど、テイタム1の。他の色とかね、確かにまあでもズーあれば、まあいいかな。そんなに頻繁にバスケとかするわけでもないし。ああ、てかそうか、もう40何とかだったらすぐ終わるか。すぐ見終わっちゃう。うわぁ、40% すぐ終わっちゃうよ。あ、これこれ。え？トレイル4のバーテックス。あ、でも俺のとは色違うか。40% にあんだ。あ、これ何ソロスーシュの。パーカー？これあれじゃない？肉厚系のやつじゃない？あの、俺がよく着てるのはこれなんですけど、俺 2XL 着てるんです。これマジ着やすいっすよ。結構おすすめです。あ、ないじゃん、これ。ないね。これあったら、まあ 40% オフだったら、まあ買ってもいいかなっていうぐらいですね、正直。ただまあ、もう暑いか。はい。ということで 40% を今一通り見終わりましたね。じゃあ最後。おぉ、479件もありますね。じゃあまあまあまあ、まだ楽しめそう。こっから、これ 50% だからね。うん。これ 50% もね。ペガスストレイル4 50% 引き？いいじゃん。え、サイズ結構ありますよ。潤沢に。まあでも、黒とかの方がいいよね。まあ、白も、てかまず履き心地がめちゃくちゃいいから、悪くないんですけど、黒があればなおのこといいよな。ちょっと一応カート入れとくか。うん。まあ後で最後、おすすめをちょっとチェックするために。一発目から来ましたよ。割といいやつ。ダウンクロー、ツイスト、あー、あの、シュってこう、アンブッシュみたいに尖ってるやつね。アンブッシュかな。エアフマラン、87、まあ、どんどん行きましょう。479件もあるんでね。何このナイキ、ゼンビーって。バッグ。おー、パンツかよ、これ。すごい、この、おもろ。くねくね、くねくね、この。なんか俺が変なやつみたいな。でちょっと動きを見せた方だけなの。そこに、さっきはちゃんと、おって引かれたけど、今のはちゃんと動きを見せた方だ。すごいね。16,799円が、半額と。値段よ、すごいの、うん。デザインとかじゃなくて値段。あとは何だろうな、あ、これ黒か。ダンクロプレミアの黒。まあ、ちょっと光沢があるウィメンズのやつって感じですね。オメロとか 50% オフであったら狙っといいっすよ。お、コルテッツ7599円が半額と。安いね、4000以下。まあ、でもコルテッツ4000以下で買いたいね。待って。ペニツー半額？うわ、26までか。まあ、一応これもおすすめとして入れときますか。まあ、俺は買えないんで、あれですけど、よかったらどうですかっていう、おすすめゾーンの一つですね。P6000 もね、オールブラック、このトリプルブラックか。これもまあ、ありっちゃありですが、まあ、なんかこう、少数制でね、おすすめした方が、ずしんと、ちゃんと考えたんだなって、響きそうなんで。どこに向けたいのかわかんないけど、これ、悩んでた、これ。ゴルフっぽいね、なんか、ダンクロー。LX、この上の部分がさ、この羽みたいなのついてるでしょ。ちょっとね、でも俺の服の系統、まあ系統っていう系統俺ないけど、でもちょっと違うかなとも思って、ただ気にはなってた。あれ、あ、 SB 50% オフですよ。どう、 SB 気になる人いるんじゃない。ちなみに 27.5。 ほう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 、
まあこれもちょっとおすすめに入れときますか。もう少数制じゃなくなってきたな。やっぱ 50% 楽しいね。これ 50% なんだってやっぱ思えるから、それが嬉しいですよね。さあ引き続き見ますか。まあこのね P6000 のカラーさっきも見ましたけど、まあこれもまあまあいいかなと思うけども、もっと安く買いたい。いや無理だよって言われたらそれまでなんだけど。あテイタム、この黒緑が半額ってことは13,099円からの半額ということで6,500円ぐらい。安いね。マノアレザーね。マックス97のフューチュロ、何これ、こんなんだ。おもろシルエット、まあまあでもあんま男向きじゃないかな、シルエット。まあまあそれは人によるか。履きたいもの履いてください。ジョーダンのこのスパイジークね、これサイズあるんだったら普通に欲しいけど、うん、25までかっこいいよ、この普通に黒、真っ黒のスパイジークね、いいじゃん。あとはなんだ、え、これあんの、50%引き、全然ないじゃん、29cmある。じゃあおすすめに入れましょう。まあだから俺のおすすめは俺が買いたいのもあるし、まあ全体的に安いんじゃない、どうっていうやつね。あ、なんか藍染めしたようなボメロがありますね。まあボメロはね 50% 引きで買えるんだったら好みの色があればぜひっていう感じですね、正直。うん、履き心地もいいしデザインも結構すっきりしてて、あとはなんだろうな、はいはいはい、あマタニティ的なもん あんだ、すごいね、なんでもあるじゃん。ボアジャケットね、もうちょっと時期があれか、うん、ボアっていう感じでもないのかな。あとは何ですか、まあ、一通りバーって、米用かと思った、全然違うわ、うん、全然違うじゃん、ちゃんと全然違いましたね。やっぱ一瞬でしか見れないからちょっとやっぱ情報量が薄いのよ、うん、このね、ちなみに ISPA のユニバーサルっていうこのサンダルみたいな、はい、一応メンズシューズ扱いですけど、これね履きにくかったですね、個人的には。まあちょっとデメも言っとかないと、今度ってどんなもんじゃいってなるからデメも言います、はい。俺はねいらんかなってやっぱ思っちゃいましたね、履きにくって結構思った。靴ナンバーワンかも、2023靴っていうかサンダルなんかな、なんかでも、うん、痛いって言ってる人もいたし、俺もあんま俺の足に合わなかった。あとなんだろう、レトロワンね、はいはいはい、まあ、ジャケットとかやっぱもうシュッてするしちゃうな。あヘックスミュールオレンジ色、俺がさっき見せたこれ、はい、これのオレンジですね、うん、これも履きやすいかって言われたら、まあ普通で蒸れやすい、これだからちょっと夏とかにサンダル履きたいですけど、なんかちょっと蒸れるかもね、気持ち、まあめちゃくちゃじゃないよ、うん、快適度って言ったら、うん、そのマックス値は叩けてないっていうだけの話で。お待って、これ試したい、 ISPA、 え、いいじゃんいいじゃん、これしかも在庫なさそう、これが1万ちょいで買える、え、いいですね。これちょっと気になってました、実は。どんな靴だよってなると思うんですけど、やっぱね、使ってないとか履いてないのは試してみたいんで、まあ、そこがセールの良さ。はい、そしてバロー、めちゃくちゃいいです。ただ夏は暑いと思います。まあ、今ぐらいがギリかな。え、待って。ビートの90みたいなのもね、いいですね。ジョーダン4の。これ8センチある？ない、12センチのみ。うん、まあまあまあ。ファーストシューズが12センチぐらいとかになると思います。11センチ、12センチ、13センチとか。はい。だから本当に8センチとかね、買ってますけど、その、履けるサイズの子がいないので、基本的には。全くお子さんにも迷惑かけてない買い方をしてます。はい、ああ、ココサンダルとかありますよ。マックスココ。まあ、女性の方ぜひどうでしょうかっていう。ナイキカームね。確かにこれも試してないな。真っ黒あったら買いたいかな。あとは何でしょう、服ね、お、スポーツウィメンズバーシティボンバージャケット、これでも安いんじゃない、
安いけど、また着丈が短いパターンじゃないのこれ。え、あ、リバーシブルじゃんこれ。でも、ツイクセールまでありますよ。はい、着丈短めです。まあ、女性用なんでね。まあ、でもまあまあまあ、ボンバージャケットみたいなの結構こう短かったりすると思いますから。まあ、俺ちょっと決めに行きたいんで、あ、もう合わないんですけど。まあ、悪くはないのかな。よかったっていう感じですね。あとは、シティクラシック、ウィメンズのブーツと、あ、オールスターのユニフォーム、レブロン、はいはいはい。八村選手のユニフォームとかもありますけどね。あとは何だろう。このエッセンシャルのジャケットの色味いいね。まあちょっと今着ないわ。今はね、暑くて、ちょっと着ない。もう T シャツだもんだって。はいはいはい、ブレザーもありますね。あ、でもやっぱ安いのは普通にやっぱ安いね。50ポーフだもんな。ああ、来た、ウィザーズの八村選手の。さあどんどん行きますよ。ブレザーも5000ぐらいで買える。ああ、オードビジョンも、ああ、またオールスター来た。マックス97の真っ白が1万円で買えると。はいはい、いいです。え、ドライフィット、あ、これね、なんかいいなと思って見たんだけど、生地的に、着ないかなって思っちゃいましたね。そう、前は結構一回試着したかな、これ。なんだこれ、何ジャケですかこれ。フルジップゴルフジャケットなんだこれ。ゴルフジャケットか、まあまあまあ。でもやっぱ試着したいね、衣服は。あとは何でしょう、なんかねえか。ナイキクラブフリース、フリースね、ちょっとタイミングがなずれてるんだよな。いや、そらそうだろ、ずれたから安くなってるってことだね。お、待って、このナイキのオーセンティックのこのレザージャケット、あ、L までしかないわ。これが、6万が3万円で買えるといいですね。ただまあ来年とかかもね、まあ、梅雨ぐらいの時期に一回寒くなったら着れるかなぐらい。まあ基本的には来年とかになるもんね。ああ、これね、マックスワンの 87SE って書いて、お、ルカドンチッチ、はあ、まあでも NBA とか好きじゃない人にはあれか、難しいよな。一応ね、俺と春口はバスケ部なんでそういうのもいますけど、そうじゃない、マスで言ったらドンチッチ知らないかね。まあでもコレクションの人とかコレクターの人とか、まああとはちょっと買ってみようかな、ぜひバスケするときにノリで着ようかなみたいなね、こともあると思う。やばい、もう終わっちゃうんじゃない、ちょっと終わんのやだな、終わってほしくないな。これずっと気になってんだよね、このトラッククラブ。ああ、 L しかないか。そう、ずっと気にはなってんだけど、L だとどんぐらいなんだろう。L70。ああ、いいんじゃない？ほうほうほう。悪くないんですよね。ちょっと L 一回変わってるとか。まあなんかこう、おすすめを大いに越したことはないか。少数制とか言ってましたけど。まあ結局こうなります。はい、まあどんどん行きましょう。まあまあまあ。ああ、まあまあ、そんなんもあるんだ、そんなんもあるんだって。そのね、最後だけ見たい人もいるから。なんかおすすめとかあんのかなって、最後だけ見に来る人もいるんで。あー、レペル、メンズゴルフユーティリティパンツ。そう、最近ね、ゴルフをちょっと始めましてね。ナイキのアパレルで統一したいっていう、なんとなくの意思はあるんですけど、まあ必ずしもそうじゃなくていいというか。ちょっと他のも見ますか。アパレル多いね。え、このフロイトホロチ安いじゃん、 14,999 円。ああ、赤か、後ろの赤がな、俺はってなっちゃうかな。黒とかだったら結構落ち着いてていいかもと思いますけど、このクラブフリースなんかかっこよさそうですね。見ないんかいっていうね。終わってしまいました。
なるほど。振り上げ男子おすすめを見ますか。まあパッと見た感じですけど、まあ実際ねこれ、まあそのタイミングになって温度感変わってるものもあると思うんですが、まあざっくりで言うと、このナイキトラッククラブ、これ半額、ほんで ISPA マインドボディこれも半額、はい、そしてジョーダン11、はい、これも半額と、でダンク SE はこれも半額だっけね、うん、でこのペニーも半額、半額がやっぱ強すぎるな。でペガスストレル4、これは 40%、でこのジョーダンレネゲードジャケットね、これも 40% か。でジョーダンポスト、あいいじゃん全部、うん、結構おすすめですここら辺は。まあよかったら気になるのあればぜひね。で全部買うと15万670円です、はい、こっから安くなるからということで、まあセールでね、試せるものもありますし、おちょっとそれいいじゃんって思ったのもしあればね、まあよかったら買ってみていただけたら思います。4月18日朝10時から、はい、21日の23時59分、まあ、日またぐまでですね、22日で終了となるんですけど、こちら見てください、はい、技術的な理由によりスタート時間が数分異なる場合がございますと。これ毎回あるんですけども、だいたい早めに行くんでスタート、だからもう本当ね6時台ぐらいから早始まってる時もあるし、8時台もあるし、うん、まあ、ちょっと早めに始まるのかなと思っておいた方がいいかなと思います。ということでぜひセールね楽しんでみてください。結構最近のセールの中では熱いセールかもしれないんで、よかったよろしくお願いします。ということで終わりです。